実力を試すために海を渡り、ニューヨークのストリートでもがき続けた三振奏者。どうしたらいいんですか、それ以上にこう伝えるためには。そしてプロジェクトイグナイトが用意した場所で感じる挫折。悔しいというか、もう一回やりたいですね。これはマールボロゴールドと共に成長していく男の記録である。表現の幅を広げるためにプロジェクトイグナイトが用意した街、ニューヨーク。沖縄の三振奏者義母風、できたばかりのオリジナルソングに人々の興味を引きつけるため、なりふり構わない挑戦が続いている。英語で伝えて、こういう思いがこもった歌ですよっていうのをとりあえず理解してもらいたいですよね。振り向いてもすぐに立ち去ってしまう。犬だけが聞いてくれた。足りないもの、それはどうしたらいいんですか、それ以上にこう伝えるためには。まあ、こう気持ちを込めて歌うこと以外に今はちょっと思いつかないですね。街をさまよい、人々を振り向かせるための答えを探す。気持ち、熱さ、練習量とか、まあ、英語とか、そういうのに含まれてくると思うんですけどね。これまでは全てが練習量で補えるものだと考えていた。ニューヨーク滞在最終日、向かったのはプロジェクトイグナイトが用意した小さなライブハウス。ステージに立つのに必要なもの、それは勇気だけ。やるかやらないかは自分次第だ。逃げたかったんですけどね、逃げることもできず。体験したことのないプレッシャーが襲いかかる。いやでももうやるしかないと思って。緊張からか、三振の説明をする英語がうまく出てこない。出だしから間違えた。果たして歌い終えることはできるのか。想像以上に反応が来ない。極度の緊張から涙が溢れそうになる。まばらな拍手の中、パフォーマンスが終わった。ライブハウスの雰囲気に耐えきれず、そのまま逃げるように会場を後にする。打ちのめされた悔しさが言葉にならなかった。ニューヨークで世界の壁を肌で感じる4日間が終わった。世界の大きなステージで三振を演奏し、その魅力を伝えたい。体感した課題を解決するため、ニューヨークを後にする。漠然と弱い感じがしたんです。負けて帰ってきたのかな。聞いてくれなかったですね。度胸ないよな。三振否定じゃないかな。もう君は負けている。まず自分で歌ったのを録音して一回聞いてみろよ。もっと伝わる方法あるかな。